こんにちは、店員佐藤です。今日はですね、マイクの ECM-B10 の音声テストをしています。ただいまこれは無指向性で全方位取れるようにしています。ノイズカットはオフにしています。どれぐらいノイズが聞こえるでしょう、あと僕の声がどれぐらい聞こえやすくなるか、ちょっとこれから、モードを切り替えてタッチとしてみたいと思います。まずは、指向性を一つ高める形で単一指向性に切り替えてみます。はい、マイクを単一指向性に切り替えてみました。どうでしょうか。周りの音がちょっと多少聞こえやすくなったでしょうか。もしくは僕の声が、聞こえやすくなっているでしょうか。これから次は、A 指向性にしてみたいと思います。はい、A 指向性で一番指向性の高いモードにしています。たまたまですけど今上電車が通ってたり、車も走り出したので、一時的にちょっとノイズが増えていますが、聞こえ方に違いは出ているでしょうか。これが一番指向性の高いやつで、ノイズカットをオフにしています。はい、次は A 指向性のままで、ローカットフィルターを入れてみました。ローカットフィルターは手持ちで撮影しているときなど、タッチノイズが入る時に、これをオンにしておくとそういったノイズを消してくれるそうです。続いては、ノイズカットの一番強力なやつにしてみます。はい、今上電車が走っています。A 指向性で、ノイズカットにしています。周りの音ノイズはどうでしょうか。車も今走り始めましたね。ではこのままで、無指向性にしてノイズカットを入れてみます。はい、今度は無指向性にしました。全方位の音が入ると思います。なお音声はこれはステレオでは取れなくてモノラル音声になります。ノイズカットを入れていますが、聞こえ方はどうでしょうか。